忍び旅。尾張の国長久手村、天正12年、旭日の昇る勢いでまさに天下に覇を唱えんとしていた豊臣秀吉が徳川家康と戦って敗れた長久手の古戦場である。そうか、ここがあの長久手の戦いの跡とは知らなかった。黙ってついてこいと申して、街道からどんどん離れていくから、爺は道をまっすぐ歩くのが嫌いなのかと思っていたぞ。これはしたり、他にこの彦座がへさ曲がりでも、わけもなく遠回りをしたりはいたしませんぞ。冗談だ、許せ。いや、あの戦からすでに50年、敵味方を問わず尊い血を流した者の魂は今もこの地に眠っております。爺はぜひとも上様にこの地に立っていただきたかったのでございます。よく連れてきてくれた。じい、あの一行は上様に献上する品を運んでいるようでございますな。それを渡すんだ。そんなバカな、これは将軍家に献上する茶碗だ。何者だお前たちは。黙って渡せばよし、さもなくは命を落とすことになるぞ。献上の品を狙え。余ったえ何の武器も持たぬ者なので切ろうとするのは許せん。この人なら相手になってやる。かっ飛べ。ゆっくり料理しようと楽しみにしておったのに、無用の助たち迷惑千万。それはすまなかったな。なんというへそ曲がりなことを。この方が助けなければあんたはとうに切られて死んでおった。何、それなのに礼を言うどころか迷惑だなのと。年がいもなく、なんという無礼な。年がいもなくだった。お父さん、お侍さんにそんな失礼なことを。大事、お父さんの方こそ助けていただいた俺をまだ言っていないじゃありませんか。そうか、ついカッとなって忘れてしまった。いや、これはいささかわしとしたことが。こんな父ですから、どうか許してやってください。見事な志野の一品だ。みやびやかで、しかも素朴な風情をたたえている。朝露と名付けたわしの苦心作だ。しかし、お若いのに茶碗を見る目があるとは関心じゃ。わしにはさっぱりわからん。ただの変哲もない茶碗にしか見えんな。当たり前じゃ、あんたのような無粋な男にわかる道理がないわ。
水筒なんだ、もう水筒は、うん、こう見えてもわしはな。お父さんもいや、良い目の保養させてもらった。明日、宮の地区で将軍様に拝謁を賜り、これを献上することになっております。明日。はい、その折に入海家のほとりにあります天領の地を払い下げていただき、そこに陶芸の里を作ることをお願いしてみようかと。それは結構なことだな。それに上様に拝謁を賜れば、瀬戸の陶工を代表する名人として清右衛門先生の名声は揺るぎないものとなるでしょう。いや、先生などとわしは一回の陶工にすぎんよしかしここまでこぎつけるには並大抵ではありませんでした。分かっておる、あんたの苦労は。お待ちどうさま。来た来た来た。さあ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 、どうぞ。なんじゃこの紐のようなうどんは。名古屋名物のきしめんって言うんです。こんなうまいものを知らんとは、江戸のお侍もお気の毒なことじゃ江戸にはな、もっとうまいものがあるわい。お前のようなやつを井の中のカズと言うんじゃ。いい加減にしないかし。しかし、あの浪人たちはなぜ茶碗を狙ったのだ。ただの物取りとは思えないが、茶碗の献上を妨げようとしたのかもしれんな。ということは、茶碗が献上されると困る輩がいるということでございますな。うん。何か心当たりはあるか。全く見当がつきませんが、何としてでも私どもの目的は無事果たしとうございます。いかがでございましょうか。明日の献上が無事に済むまでご栄役を引き受けていただけませんでしょうか。いいな。我々にたかが茶碗の用心棒をやれというのか。たかが茶碗とは何です。聞き捨てならん。何。まあまあ、じい、良いではないか。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ、あの冷めないうちに召し上がってください。ほどがありますわ。お口には合いませんか。うん、どうも意外とうまい。そんなら初めから文句を言わなければいいのだ。何。うん、じい。将軍の行列は鳴海の宿で昼食のため休息を取った。もうよい。昨日食べ過ぎたせいか、今日は食欲がない。将軍の食事は三度三度その前後におひつの目方を測り、召し上がった量を記録に取った。その帳面をお食用帳と呼んだ。五十三問目です。今朝は五十五問目でした。お体の具合が優れないようです。わしも人間じゃ、たまにはこんなこともある。お灸をしていただきます。お灸。あの火をつけるやつか。冗談だろ。いいえ、決まりです。上様も多くでなされます。だって俺は上様じゃないもん、影武者だよ。許しませぬ。え、あ、やめて、やめてでよ。でお願いだからやめて。これをお灸お召しと言った。背縫いの糸を引くと、その部分だけがほころびる仕掛けになっている。上様、松坂の坪根様がお目通りを。すぐに会おう。灸は中止じゃ。せっかくのお灸のお邪魔をいたし申し訳ございません。
何の何の助かったぞ。要は何でも聞くぞ。かねてからお願いいたしておりました茶碗献上の件にございますが。うん、それがどうした。瀬戸の陶工たちはイルカ池のほとりに陶芸の里を作ろうという夢を抱いております。とても結構ではないか。では明日西右衛門に拝謁を賜り土地の払い下げのお許しをいただければどんなに喜びますことか。いいとも、何でもするぞ。お給以外ならな。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。これはただのお茶碗ですけど安物です。どこで手に入れた。村の外れに釜を持ってる若い人がいて酒代の代わりに置いてったんですよ。村の外れに。その男は昔からいるのか。いえ、数ヶ月前にやってきたようですけど。名は何ていう。名前まではどうかしたのか。え、何でもありません。ありがとうございました。お前が出てもおそらく五分。この晩辛抱せい。こっちこっちこっちまで意地がある。しっかりしろ。刺客は雇われ浪人と見ました。うん、それを操る者の正体が知りたい。影丸早苗とともに探ってくれ。承知しました。剣持様、もはや一刻の猶予もなりません。こうなれば今夜あいつらの寝込みを襲って。いや、これ以上人を殺して騒ぎを大きくするのは得策ではない。万一のわしの名前が出てはすべて追放に帰すことになる。いや、しかし明日西右衛門と尾張屋が茶碗を献上してお言葉を賜れば陶芸の里づくりは上様のお墨付きを得たことになりますぞ。分かっておる。そうなっては手遅れ。何としてもそれだけは阻止せねばならん。何か良い方策がございますか。あれを使ってみよう。文十郎、昨日捕まえたあの女を連れてまいれ。あの女を。おい、出ろ。あんたどう見たってお役人には見えないんだよね。ドバの用心棒って顔だよ。減らず口を叩くな。痛い目に遭いたくなかったら出ろ。昨日は飛んだ三輪坊さ。偉そうなお侍みたいな、ついパッとして懐に手突っ込んだまではよかったんだけど、ドジ踏んでおまけにそれがお代官だったなんて全くついてないよ。これからどうすんのよ。入れ。おや、お代官直々のお調べかい。財布は返したんだからもういいじゃない。そうはいかん。だが俺たちのために人働きしてくれれば無罪放免にしてやる。私のこの腕を何かに使おうとでも。盗み出すものはある品物だ。驚いた。お代官が泥棒の真似をするなんて世の中間違ってるよ。その世の中のために人働きしてもらいたいのだ。へえ、どう見たってあんたたちが世の中のためになるようなことするようには見えないけどね。待てよ、何かありそうだ。ここは一つ。お行列はここを昼過ぎに立って次の宿へ向かったそうです。そうか。怪我の具合はどうだ。はい、大したことはありません。一度目の処置は良かったのです。さすがは十兵衛ですな。うん。
先生。やっぱりお前だったか。破門したお前に先生なんて呼ばれる筋合いはない。やめて。おみく。どうしてそんなひどいことするの。ダメだからだ。わしはこんな下手な技を教えた覚えはない。破門したからには弟子でも師匠でもないはずよ。お父さんにそんなことする権利はないわ。いつ、お前どうしてここへ。そうか、お前は伊之助に会っていたのか。わしの目を盗んでここへ来て不思議な関係を続けていたのか。変な言い方しないで。私は伊之助さんが気の毒で仕事を手伝っていただけよ。わしは許さんと言ったはずだ。手伝いだろうと何だろうと伊之助に会ってはいかんと言ったはずだ。伊之助さんじゃどうしていけないんですか。あんまり横暴です。それに近頃のお父さんは尾張屋さんみたいな飽きんどから名人だの名工だのおだてられていい気になって。何言ってんだ。お嬢さんを責めないでください。みんな私が悪いんです。私はお嬢さんのことを忘れられなくて、この与一に頼んでこの場所をお嬢様へ。うるさい。お前の言い訳など聞きたくもない。お父さん。いいか伊之助、二度とおみつの前に現れるなよ。おみつ、一緒に戻ろう。いや、私は行かない。お嬢様。おみつ。正門さん。徳山さん。話は聞かせてもらった。親子で争うのはよくない。とはいえ、今すぐどうしたらよいのか、私にもわからぬが。私はここにいます。何？お嬢様。ね、私をここに置いて、いいでしょ？一生懸命手伝う、お願い。でも、そうか。これほど言ってもわからんなら、勝手にするがいい。今日限り親子の縁は切る。先生。心配することはない。きっと分かってくれる日が来る。大切なことは腕を磨いて先生を超えるような陶工になることだ。はい。そうか、娘に捨てられてお主もとうとうわしと同じ一人になったか。愉快愉快。愉快とは何だ。怒るなよ、まのめ。あんたも娘と喧嘩をしたのか。わしはもともと女房子供なんていううるさい足手まといのものは一度も思ったことがない。きれいさっぱりしたもんだ。正門さん、二人の仲を許してさえやれば何もかもうまくいくのではないかな。あの男はわしの目をかすめて娘を盗んだ。そんな泥棒猫みたいな男を許せと言うんですか。はあ、分かった。お主はその若い男に焼き餅焼いてるんじゃろうが。そんなバカな。飲め飲め、怒り残るな。ほら、正門、お主もかわいそうなやつだ。だめ、眠るとするか。大丈夫かな。見てきましょう。大変だ。邪魔がない。邪魔がない。何？どうだ。
一体何のためにあんたたちを雇ったと思っているんだ。献上ができなくなれば私の目論みは全ておじゃんになる。せっかくつぎ込んだ金だって。金？誰に金を？いや、そのことはあたりは関係ない。それよりも一刻も早く茶碗を探し出してくれ。美濃代官剣持隼人正の手張り陣屋。得体の知れぬ浪人どもが出入りするのは確からしい。ワイヤーが松坂の局に賄いを送り狙っているのもここだ。イルカ池のほとりにある幕府直轄の天領一万坪。いや、まさによだれの出るような宝の山でございますな。言うに数万両の値打ちはありましょう。向こうが大奥を動かすならこちらは幕閣の重職に食い込むだけだ。金はかかるがそれだけのことはある。一旦払い下げを受けてしまえばこっちのもの。女郎屋を建てるもよし、適当に転がすもよし。いずれにしても儲けは莫大でございますぞ。主よ。そうか。これでいいでしょ。名朝露。よくやった。褒めてやる。これで終わり屋の企てを叩き潰せますな。だけどたかが茶碗一つがそんなに大事なのかね。お代官、これはいっそ割ってしまった方が。なるほど、その方がいいかもしれんな。冗談じゃないわ。人がせっかく苦労して持ってきてやったんだよ。それを割ってしまう。あんたたちのやってることさっぱり分かんないよ。いらないんだったら私がもらっとくよ。その茶碗で松子の水でも飲むか。なんだって。お前の用は済んだ。死んでもらおう。そうか、やっぱりあんたたち何か悪いことしてたんだろうね。おかしいと思ったよ。その尻尾はつかめなかったけど、こうなったら意地でも逃げてみせるよ。殺すには惜しい女だがやむを得ん。代官剣持隼人正。はい。組んでいるのは極楽の英五郎という名古屋城下で遊女屋を営んでいる顔役です。天領の一万坪の土地を英五郎に払い下げようというのが代官の狙いです。なるほど。それで陶芸の里の企てを潰したいわけか。その陶芸の里を企てている終わり屋、どうも一癖ありそうです。ん？というと？代官たちの話では終わり屋から松坂の局様に相当の賄いが渡っている模様です。何？松坂の局に？はい。で、茶碗の行方は分かってるか？お伝が持って逃げました。お伝？ではここへ忍び込んだ盗人はお伝だったのか。いやあ、おはようございます。気持ちのいい朝ですな。いや、いろりがポカポカと暖かかったのでぐっすりと眠れました。昨夜のあの騒ぎにも気がつかなかったのか。あ、何かあったのでございますか？大久保様はのんきにようございますね。年を取ると目ざとくなるというが、じいはまだまだ若い証拠だの。さすが上様。その通り、その通り。お前たちはお伝を探してくれ。承知しました。で、何か分かったのでございますか？うん。どうやら我々は終わり屋に一杯食わされているようだ。なんと。松坂の局。は、茶碗が盗まれた。
申し訳ございません。できるだけの手は尽くして探すつもりではおりますが、何しろご出立の時刻が迫っておりますので。万が一献上できぬとあっては、そなたの目論みの陶芸の里など夢のまた夢となる。松坂様。何じゃ。例えば献上の品は後日お届けすることとして、とりあえずお目通りを願い、天領払い下げのお許しだけでも。何を申す。そのようなことできるわけはない。さようでございますか。それでは私も考えを改めねばなりませんな。どういうことじゃ。これまでおつぼね様には少なからぬ金子を差し上げてまいりました。それが無駄ということになれば。お前という男は。わかった。わらわの手でどれだけ出立を伸ばせるか。それまでに何としてでも茶碗を取り戻すのじゃ。ありがとうございます。もうよい。ご飯を食べぬとまたお灸を据えるのか。無論上様のお体を思えばこその決まりだ。178匁です。差し引き召し上がったのは62匁。お待ちなさい。今の測り方には間違いがあるようです。わらわが測り直してみましょう。181匁。おひつの元の重さは240匁です。それなら差し引きお召し上がりになった量は59匁。ずるい。今松坂はおひつに指をかけておった。それでは目方が狂うのが当たり前じゃ。いえ、そんなことはいたしません。朝のお食事が60匁以下ならお灸を召していただきます。お灸。ひどい。松坂、なぜこんなひどいことを。上様はお加減がおすぐれになりません。門脇殿、お行列の出立をしばらく遅らせた方がよろしいでしょう。そしてゆっくりと時間をかけてお灸をしていただきましょう。は、承知いたしました。あ、いかがでございました。ああ、松坂のばあさん、つべこべぬかすんで脅かしたら上様の出立を遅らせるそうだ。それまでに何としてでもあの茶碗を探さなければならん。陶芸の里ができれば長者も夢ではないぞ。ねえ、これ買ってくれない。あ、はい。いくらでもいいの。はい。朝露、清右衛門、手前とこではとてもいただけません。そんなダメなの。三両か五両でいいと思ったんだけど。ま、じゃあ一両でも二分でもいいわよ。何をおっしゃいます。冗談も言わせてください。これはわしが精魂込めて作った茶碗。見る人が見たら30両でも20両でも値をつけるの傑作だ。それを一両でも二分でも。あ、お前が泥棒なら返せ返せばいいでしょ。ほんとに。お、出ぞ。いけない。ね、これを狙ってる悪代官の助けが追ってくるよ。悪代官。ああ、ちょっと早く逃げるんだ。お、その茶碗、茶碗返せ。おい、今女が来なかったか。あっち行ったよ。おい。一体何をしとるんじゃ。出発の時刻はとっくに過ぎておるではないか。今しばらくのお待ちを。何分にも上様のお加減が悪いのです。
あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞ。あ、あ、あ、どうぞ。あ、病じゃあるまいな。大きなお灸で日暮れができて、まるでカチカチ山のタヌキのようだ。弱虫め、たかがお灸ぐらいでそんな育児のないことってどうする。出立の準備じゃ。あ、きしめごい。女が茶碗を売りに来たのか。あ、はい。そこへ専用門先生らしいお方と3人の浪人さんが来て追いかけていったんです。そうか、わかった。はい。父が危ないことはないでしょうか。うん、ないとは言えないな。何しろ敵に回しているのは代官とそれにつながるヤクザ者だ。1万坪の土地を手に入れるためには手段を選ばぬ奴らだ。それに本当のことを言うと、陶芸の里を作ることも私はあんまり。というと？瀬戸から多治見、土岐などに散らばっている何百人もの陶工を村に集めて、その焼き物を全部尾張屋さんが一手に取り扱って、売りさばきの権利を独り占めに従っているんです。そうか、それが本当の狙いだったのか。陶工なんてみんな世間知らずですから、尾張屋のような商人に利用されるのは目に見えています。中でも父なんかは焼き物以外には何も知らない赤ん坊みたいな人ですから。確かにそうかもしれんな。瀬戸の焼き物が売れ盛んになるのはいいんですが、新良先生の才能が台無しになるんじゃないかと、それが心配なんです。うん、どうしたらみんなのために一番いいのか、私ももう一度考えてみよう。よろしくお願いします。なんだ、聞いていたのか。親のことを焼き物以外は何も知らない赤ん坊だなんてバカにしやがって、とんでもねえ親子もんだ。だがとてもしっかりしたいい娘さんではないか。それに伊之助も。それじゃあ徳山様も私のことをバカだと。いや、何もそうは言っておらん。だが一つの茶碗をめぐって裏にはいろんな欲が渦巻いている。竹之進様。ちょっと失礼。お伝を見つけました。二六の帳、羽織ります。さあ、入りました。さあ、どうぞ。帳だ。帳。上がってください。はん。はい、帳はどっちも。帳。はん。いいですか。はい、こっちできた。はい、こっちもできた。そう。グニのはん。ああ、はんついてないよ、まったく。さあ、どうぞすか。いいですか。ねえ、これで五両回しておくれ。大した値打ちのある茶碗なんだってさ。ようだ。どうぞ。ありがとう。今日は将軍様の行列でお役人は全部そっちの警備にかかりっきりだから、土間の手入れをする暇なんかないんだよね。安心して遊べるわね。今日だけではない。十兵衛の旦那。ここは極楽の英五郎の土間だ。代官とは切っても切れぬ中、手入れなどとんでもない。何ですって。その通りよ。飛んで火に入れる夏の虫だ。おつた、おめえのことだよ。さあ、来てもらおうか。おう、その浪人も一緒だよ。おれ。竹之進様、一体今までどこに行ってたんですか、この白状者。とんだ言いがかりだ。散々ハラハラさせてくれたのはおつだ。お前の方だぞ。私に会いたくて探してくれてたんですか。嬉しい。いや、探していたのはこの茶碗だ。清門さん、さあ返してあげるがいい。私、悪い奴らの尻尾を掴もうと思って手先になったの。それがとんだ迷惑をかけてしまって、ごめんなさい。いいんだよ、あんたが悪いんじゃない。お立ちじゃ、直ちにご出立。しばらく、しばらくお待ちくださいませ。おつぼね様、清右衛門が参りました。何、間に合ったか。はい。
上様、茶碗献上の儀、何卒お許しくださいますようお願い申し上げます。うん、苦しゅうない。これ正門。恐れながらこの茶碗献上の儀ご辞退させていただきとう存じます。何と申す。無礼者、こやつを引っ取られ。正門、茶碗を砕いたらそれをめぐる醜い争いに我慢ならなくなったのか。終わりや、その方には焼き物の美しさをめでる心ではなく金儲けの欲のみがあったようだ。また終わり屋の魂胆を知りながら欲に目がくらんで力を貸した者がいると聞く。わしは何も知らんぞ。私が茶碗を割ったのはそれだけではありません。私の腕もそして心もまだまだ未熟なことが恥ずかしかったからです。お咎めはどのようにでも。正門さん、帰ろう。しどれ、手出しは無用じゃ。はっ。先生。お父さん。ここの土は悪くない。ヘラを使わずろくろ引きそのままの方が市の独特の素朴な味が出て面白いかもしれん。刃物を許してくださるんですか。あの飯屋にあった茶碗、あれは悪くない。だがわしもまだまだ負けんぞ。これからは競争だ。お父さん。ワリアたちの企てはついえたようだな。いよいよ俺たちの出番だ。そのためには秘密を知ってるおめえたちにみんな死んでもらわなきゃならねえんだ。最初はおめえからだよ。お役人に知らします。先生、逃げてくださいよ。わしはいい。お前たちも、お前たちも逃げろ。逃げろ。またしても徳山竹之進とは何者。切れ、何としても切れのだ。大官、剣持隼人正、その方無頼の輩と組んで天領一万坪を手に入れ、莫大な利益を得んがための非道の数々、世は断じて許さん。うるせえ。今こっちからてめえのことを叩き切りに行くとこだったんだよ。飛んで火に入れるなんとかはな、てめえのことだよ。じゃあな、ちょっとやってみなさい。控えおろう。俺におわすは上様であらせられるぞ。かくなる上はやむなし。お命頂戴して諸子を貫くまで出会え出会え。切って捨てい。
正門さん、良い跡継ぎができてよかったな。はい、瀬戸の陶芸の里はいつか私たち自らの手で作り上げたいと存じております。うん、そしてその方自身満足のいく茶碗ができたら改めて一つ私に譲ってくれぬか。はい、必ず。あんたももらってくれるか。うん、ありがたく頂戴する。楽しみにしておるぞ。伊之助さん、おみっちゃんを大切にしてあげてね。はい。女なんて好きな男のそばにいるのが一番幸せなんだからね、竹野新さん。では達者だな。ありがとうございました。宮野宿、今の名古屋市熱田である。次の桑名までは海上七里、船で渡らねばならない。うん、海が近くなったようだ。潮の匂いがする。船の上ならはぐれる心配はないし、もう安心。こりゃもっと離れろ。オラでイチャつとは何事だ。ふん、いつも苦虫噛みつぶしたような顔してガミガミ怒鳴ってばかりの何が楽しいんだろう。たまにはわしだって若い女もと。え、いやいやいや、なんでもない。わしは天下のご意見番なんだ。目を閉じれば今でも鮮やかに胸を揺するふるさと。触れず心で抱きしめた幼い日のふるさと。あの男、悪いことを企むか。バカなことを申すのではない。俺をこき使って上前をはねた座頭と同じ顔なんだよ。無実。俺は罠にはめられたんだよ。友吉。お嬢さん。友吉が私を殺そうと。友吉は必ず始末する。心配するな。将軍家光忍び旅、家光が用心棒桑名の宿の敵討ち、お楽しみに。